サフチェンコゾルコービ組ペアスケーティングはフィギュアスケート競技の一つ。国際スケート連盟の競技ルールでは一人の女性と一人の男性からなる二人組と定められている。二人組で滑る競技でシングル同様ショートプログラムとフリースケーティングがある。ペアスケーティング独特の技であるスロージャンプやリフトなどの技に重点が置かれるが、 中には失敗すると危険な要素も多く、フィギュア競技で最もダイナミックかつアクロバティックな競技と言われる。ロシア、中国、ドイツ、カナダなどが有力選手を数多く輩出している。一般に滑走中女性を持ち上げたり、放り投げたりなど、男性の負担がかなり大きい。筋力のある背の高い競技参加男性が日本には少ないため、 全日本フィギュアスケート選手権のペア競技でも過去に参加者がいなかった年もある。オリンピックに出場するためペアを組みたい。日本人女性が男性側の国籍を取得する例があった。余分な要素があったり、ミスをした要素をやり直したりしてはいけない。ショートプログラムと比べると演技に弾力性はあるが、ミスをした要素をやり直してはいけない。ありがとうございます。